僕がちっちゃい頃、実はコンサートが大嫌いだったんですけど、あんなキューティスのコンサート行きたくないって、ケンさんおっしゃってたんですけども、きっと多分ちっちゃい頃、コンサートのキューティスはつまんないってなったら、それこそもったいないなと思ってて、ルールとかは後から覚えられると思うんですけど、なんか楽しいとか やりたいとかっていうのは、ほんとそっちの先でいいかなっていう、ちょっと思ってるところがあって、そういう感じで一緒に行ってきたらいいかと思って企画してますんで、結構、子供とか別にこう騒いで走り回ってても、こう全然やめなさいとかそういうのは全然いりませんので、それもむしろ好感を加えて感じていただければと思いますので、どうぞ楽しんでください。はい、それでは今日のメインのですね、稲垣禁止セブンスライブ、始まりますけども、今日のライブはですね、特別なライブになってまして、ボーカリストの稲垣禁止がですね、自分の人生をこう語っていくっていう、語りながらですね、そういう歌が入っていくっていう一つの劇といいますか、ストーリーになってますんで、そういう構成にもなってるっていう感じでこう聞いてみてください。はい、今日はギターの、金沢伊賀夫さん、そしてギターの鈴木さんと、セブンスロース、3人揃ってますんで、はい、フルバンドになってます。はい、本当にこれ気持ちがいいなっていう音で本当にリハーサルで用意してきました。はい、それでは、稲垣圭さん、セブンスロースさん、藤本圭さん、よろしくお願いします。
てみる夢を描き続けることは宇宙を動かすことなんだ。何よりも大切なことはこの瞬間にしたまえことを何も他も手放して僕らは回り続けるゆく愛していた。ごめんなさい、ありがとう、許してください、愛していた。ごめんなさい、ありがとう、
ちょいちょい自殺未遂をしちゃうっていう人が結構ファンに多かったんですね。まあそういう、まあ、精神の障害とかそういったものを抱えている、まあ、そういった方が集まるような作業所で歌ったりしてたっていうのもあったりするんですけどね。まあ同調するというかですね、歌がそういったものを引き寄せるというか、だから結構個人的にいろんな方から相談に乗ってるところが多かったんですけど、ね、まあ、そんなものに相談乗りながらも、ね、実は一番ちょっと死にたいなと思ったのは自分自身だったりしてた当時でした。その時書いたと思います。Thank you.
身なんですけれども今この間40になったところなんですけど、20代で結婚して初代になってました。24歳、24歳の時に結婚をしました。2人の子供に、囲まれて幸せだったはずの家庭なんですけど、離婚を経験しました、もうずっと音楽をやってましたから、音楽をやってたといっても音楽だけで家族を養えるような状況じゃなかったので、別に定職を持ってたんですね。で、結構忙しく仕事自体もしてたし、音楽自体もライブ活動もお店とかでやってたら結構ね、年間通すと5、60本やってたりしたので、
ざらついた空気、疲れてばかりで別れることの辛さにはただ目を閉じたまま夢も現実ももうろうとしてきて忙しさの渦に消えてゆく時が手にとどまらない優しすぎるあなたのことだから身を捨ててゆくのでしょう流れるように時代は過ぎても変わらずにいてほしい「あなたは一人じゃない」
が離れて一人になるとですね、ものすごく寂しいんですよ。シーンとした部屋の中でね、どうしてかなとかってよく思い浮かべながら眠りについてました。まあたまにね、息子の元に帰りに行って、久しぶりに会うものですからね、子供たちは感覚が違うんですよね。だから普通のお父さんとは多分ね、今日はご飯を食べてって、そんな感じなんです。来客な感じなんですね。まあ本当に会いに行くと一番辛いのは帰り道なんですね。一日遊んでね、埼玉県の上尾というところに住んでたんですけどね、駅まで車で送ってもらう間、娘はこう尋ねるんですね。誰々ちゃんちのお父さんはいつもお家にいるのに、なんでお父さんはいつもお家にいないのって目に涙をためて訴えるんですね。そこで答えられないんですよね。もう言葉に窮してしまって、ごめんねだけ答えの成果ですね。もうその言葉が出てくるとね、止まらなくなってしまう。まあ駅に車をつけてもらって、駅を降りて、駅の改札というか階段をもう登っていくと、捉えていた思いがバーッと出てきてしまって、駅の、ホームのベンチに座って。もう本当に人前に気にせずに泣いてしまったりっていうのがたびたびありました。どんなことの経験を語ってるんでしょうか。そんなことがありました。だからちょっとこの時代に帰ってた曲が並ぶんですけどね、曲のテーマと決してリンクはしてないんですけれども、あとデビューアルバムのテーマ曲になっている一筋に流れる祈りという曲をちょっと歌ってみたいと思います。今回ね、震災が起きてからやっぱりこの曲っていうのを改めて見て、なんていうのかな、震災以前にね、世界にもっと目を向けていくと、そもそも毎日ご飯を食べてる、ね、国なんて本当に少なくて、日本はこうやってね、恵まれてね、毎日食べるものもあるし、電気もあるし、考えてみれば贅沢な暮らしをしてるんですよね。世界に目を向けてみると、このぐらいの小さなお子さんたちがね、スモーキーマウンテンというゴミ捨て場でゴミを拾って、朝から晩まで拾い集めて、それでその仕事をしながらも3日間に1回もご飯が食べられない、3日に1回食べられればラッキーだと、ね、そんな国もある中で、震災を通してね、世界というかね、そういった、震災があって、その震災だけにフォーカスするんじゃなくてね、地球全体をちょっと見る機会になったんじゃないかなって私は思うんです。世界を見るということはね、自分自身を見ると、自分自身ってどうなんだろうなっていう、そういう機会にもなってるんじゃないかなというふうに思っています。そんな思いを込めながら今日歌わせてもらいたいと思います。ご主人になれるように。
外の世界があまりに煩わしく部屋に閉じこもり死んだふりをしていた。なぜここに生まれどこへ向かうのか、あれからもう幾度せも探し続けている。雨が降っていた時代の雨が突き刺す怖さの淀んだ雨が、この国の空の向こうの国では貧困で子供たちがお腹空かせて倒れていく。道端に落ちてる干からびた国の川をしゃぶりながら、ミサイルを作り出した。どんな
そんな状態にバンドがなってしまったので、
ちょっと事務所との確執もありましたし、結構な自信作だったんですけど、そのインマイライフというアルバムが廃盤になってしまって、流通からも回収されてしまうという悲しい結果も生んでしまったんですけどね。いや、これ集中できねえだろ。歌を通して平和を運動していくんだなんてね、いろいろ、なんていうのかな、歌だけじゃなくて、ね、いろんな文章も発信をしたりとかですね、ライブでもそういうことを言い出してやってた時期だったんですけどね、自分がそんな残念を実はしてるので、まあ、自分の子供にまで辛い思いをさせてるし、自分自身もだから何が平和運動かって自分自身をやっぱ問い詰めてしまうような時があって、だから歌えなかったんですね。だから何年もそんな時を送ってきたりとか、それが休止だったのを何ていうのかな、真相なんですね、実はね。まあ飽きるほどそんな日々を繰り返してきて、でもやっぱ飽きたんですね、そんな日々を送ってることがね。急に気がついたというか、自分自身が良くならないと、ね、平和活動どころか自分の家族というか自分の親しい人まで不幸にしてしまうなというのがあって、それで気づいたら、ね、なんか開けるものがある時があって、そこから少しずつ立ち上がってた、そんな数がありました。その時からよく歌っている歌です。血の塩。これで一応第一部が一旦そこで終了という形になるので、第一部の最後の曲になります。血の塩を聴いてください。Oh my God.
大地を守る。たった一粒の地上の塩になろう。No!
ね。トイレ行くのに、うん、お子さん寝かしつけてもいいですよ。限りなく揺れる想い。
あなたの祭り
場所まで迎えに行こう。何も迷わずにこの胸で泣けばいい。止めどなく流れる川のせせらぎのように、あなたの血液に優しさの風が届けばいい。優しさの風が届く。
こうやって今を元気に生きています。そんでそんなお話に出した娘も4月で中学校3年生になりました。息子もね、その下の息子も、小学校5年生ですね。知らず知らずに大きくなっちゃいました。よく会いに行った時に、よく運動会とか行くじゃないですか。そんな時に行った時に、娘がね、娘マオイって言うんですけど、マオイちゃんのお父さんはお兄さんみたいでかっこいいねって友達に言われたって言って、それが自慢だっていうふうに話してくれたことがありました。なんかね、単純にそれが嬉しかったです。いつだったか、お小遣いを貯めたんでしょうね。僕の誕生日にちょっとロック風なチェーンのネックレスをプレゼントしてくれたんですね。普通だったらお父さんにプレゼントするようなものじゃないと思うんですけど、よく分かってくれてるなという感じで、いつも思ってるんですけどね、こんなものをプレゼントしてくれました。ちょっとキラキラしすぎてるんでつけないんですけど、ちょっとお守りみたいに持って宝物です。こんな話をするとちょっとたまんなくなってきたんですけど、元気に生きてるし、こういう関係もありかなというふうに今思っている。ちょっと明るい歌をね、歌っていきたいと思うんです。この照明もなくなってくると思うし、子供たちに戻ってもらおうかなという歌がやってきました。大人も踊っていただいて構わないですよ。一ちゃんこさんを踏みつけない程度に踊ってもらえればと思います。じゃあ、行きます。
最後の結
ですけど、あのライフという曲をちょっと歌わせてもらうんですけど、初めての子供が娘が生まれた時に書いた曲です。14年前に書いた曲です。でもバンド内でも基本的にはやってなかったし、ずっと披露してなかった曲です。とても歌える状況じゃなかったので、でも今はもう過去の体験もこの感じで終わらせてるので、ようやくした前に歌うことができる。大好きな曲を歌いました。その前に最後なんでメンバー紹介でさせていただきましょう。終始ずっとね、この美しいピアノの音色というか包み込まれるような、自分たちも非常にこれに包み込まれてね、あの幸せな気分で歌いさせてもらってるんですけどね、これからもずっと引っ張っていきたいと、一緒にやっていきたいなって思わせてくれる最高のピアニストだと思ってます。今日はゲストですけれども、本当に体の一部と同じようにやってくださってます。素晴らしいピアニストに拍手してください。ピアニスト藤本健、休止をしてたと、自分たちは冬眠をしてたということですけどね、自分も冬眠してみたり、こちらの方もいろいろありましたよね、自分より冬眠してたんじゃないかなと思うんですけどね、みんないろいろあって、こうやってまた集まってできるこの幸せ、ようやく彼もね、冬眠から目覚めて地上に上がってきてくれました。地上に上がるばかりか、それが空に飛び立っていくと思います。見ての通りの人です。誠実なギタリスト鈴木エイちゃん。そしてこっちの赤い人、赤いですね、自分自身が。実は彼がですね、セブンスローズのバンドマスター、リーダーなんですね。赤いですけど、この赤い衣装の変わったベースです。これはロブロベースというベース。そして長髪。もともとヘビメタ忍者だったんですけどね、今ではこういう音楽もなります。昔からこのように呼んでます。情熱のベーシスト金沢よ。
それでも生きていることに凛々しくたくましさそえ感じた。スペシャルカノンバージョンというあの
プレイヤーという、ちょっといくらも持ってきてないので、これがちょっと手作りなもんですからね、今作ってる途中なので、もし欲しいっていう方で、今日買えなかった方は、なんか掛け合いを持ってもね、買えてって言ってくだされば、出来次第発送させてもらいますので、よかったら手にしてみてください。本当にこの楽しい場を、お子さんたちにも感謝です。2人の子供たちです最後プレイヤーという曲を歌わせてもらいます。皆さんもどんどん声を合わせてくださって結構です。どんどん歌ってください。周りの方と手つなぐなりハグするなり自分の腹を破って、そんな時間に最後はしちゃうじゃありませんか。愛していません、ありがとう、愛していません。
ましてみる。夢を描き続けることは宇宙を動かすことなんだ。何が見事